皆さんこんにちは、報徳学院学習ブログのとしです。今日は日記の動画です。タイトルはチャット GPT はどのくらい使えるかと、で塾でまた教育現場でどのくらい使えるかというお話なんですけれど、まあ、チャット GPT って何なのかというと、ウェブ上で質問するとまるで人間が答えているような文章で返事を送ってくれる、答えを送ってくれる、そういうプログラムがチャット GPT です。県内の教育現場でもこのチャット GPT に、関心が高まっていて、実際に県東部の塾の先生が、このチャット GPT どのくらいのレベルかなっていうのを試してみました。自分のところの高校生が作った英作文、この添削をさせてみたと言っています。まあ、私もスクショで内容を見せていただきました。まず文章を送ると添削した内容がどこが間違えていたか、これは文法的な間違いとか表現的におかしい間違いで、それを具体的に書かれて返事が返ってきました。これ返事は全部英語とか全部日本語とか、このように切り替えはできるそうです。この切り替えもスムーズにいくと言っていました。でレベル的にはどのレベルかというと、まあ、共通テスト対策、これなら十分に使えるレベル、このように、おっしゃっていました。で実際に中学生レベルだったらもう中学生の定期テスト対策の問題作りにこのチャット GPT を使っているということで、まあ、問題を作ってもらってそれを多少修正して、生徒に勉強させて、定期テストに備えると、そのようなことをやっているようです。まあ、これからどん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 こういう便利なプログラム出てきて、塾もいろいろ形変わっていくと思うんですけれど、ね、人間も教える側の人間もどん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 こう進化していかないと時代に遅れてしまいそうな気がします。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。